泉の高戸の池上、曽根遺跡は、大阪府泉市池上町と、同泉大津市、曽根町とにまたがる弥生時代中期の、観合集落遺跡。南北 1.5km、東西 0.6km の範囲に広がり、総面積60万平方メートルに達する、大集落遺跡である。1976年に、国の史跡に指定された。1995年から、 史跡整備が行われている。池上、曽根遺跡池上、曽根遺跡が発見されたのは1900年頃であるが、当初は注目を受けなかった。1969年から1971年に大阪万博に備えて、国道整備に伴い発掘調査が行われ、この時に遺跡が2万平方メートルを超える、当時としては前代未聞の規模であることが判明し、 一躍注目を浴びることになる。しかし、その後はカラコ、鍵遺跡や吉野ヶ遺跡に注目が移り、調査はあまり進まなかった。1990年代に至り、史跡公園整備のための再調査が行われ、大型掘った手柱建物の発見や、年輪年代法による調査結果が発表されると、再び注目を浴び、 近畿地方の弥生時代研究に欠かすことのできない遺跡となっている。集落の内閣の中心には、胸持柱を持つ大型の掘立柱建物がある。またこれと直交する掘立柱建物も確認されており、これらの建物が井戸を囲んでいる。こうした建物の用途は明らかではないが、祭祀空間あるいは、市張の館など、集落の中心的な用途であったと考えられている。 これらの建物側、同じ場所に3階から4階の切り合い跡があり、弥生時代中期に100年近くにわたって建て替えを繰り返されてきたと考えられる。漢号は弥生時代中期に繰り返し掘削が行われたが、ある時点で掘削が行われなくなる。その後も、掘った柱の建物群が建てられたことが確認されているが、明らかに集落としての規模が小さくなっており、 拠点が移動したものと考えられている。その理由は定かではないが、池上、曽根遺跡の背後の丘陵にある、観音寺山遺跡に拠点が移動したする説があり、共同体が再編成された可能性を指摘されている。出土品として特筆すべきは大量の石膨張が出土している点である。この石は、和歌山県の木の川流域で採れる緑色変顔とされ、 製品は1300点、未製品は300点に及ぶ。このようなことから池上、曽根遺跡は、石房王朝の流通拠点であったと考えられている。また、打製石族の1300点をはじめとして、打製石剣、打製石槍などの石製武器が出土している。これらの石は、二条山産のサヌカイトである。その他の遺跡での研究も合わせると、 近畿地方では石器を中心とした生産、流通システムが存在し、集落ごとに役割を分担していたと考えられている。なお、池上、ソネ遺跡では、鉄器が出土しておらず、その他の遺跡調査と合わせると、弥生時代の近畿地方における鉄器の普及は、北部九州と比べると遅れていたと考えられている。また、弥生時代後期のものと思われる、竜を描いた、 長期壺が出土している。こうした土器は、船橋遺跡や田松電柱遺跡などで確認されているが、井戸などからまとまって出土することから、水の祭祀に関係すると考えられている。竜は中国では、雨乞いの神と考えられており、こうした由来を知る人物が近畿地方に存在した可能性が指摘されている。弥生の大井戸縦穴住居池上曽根弥生情報館。 ありがとうございます。